それではいただきます。さあどうでしょう、美味しくできたかな。うん、めっちゃうまい。はい、どうも、金子貴俊です。久々の高パパご飯作っていきたいと思います。今日はですね、これからの季節、夏にぴったり、こちらのゴーヤを使ってゴーヤと鶏肉の甘酢炒めを作っていきたいと思います。まずゴーヤですね。ゴーヤ半分に切ります。半分に切ったらね、スプーンで
それではいただきます。さあどうでしょう、美味しくできたかな。うん、めっちゃうまい。うん、あ、これはうまいわ。これ甘酸っぱさでね、このゴーヤの苦味をね和らげますね。うんうん、我ながら上出来です。うん、あ、美味しい。あー、食欲湧くねこれ。うんうんうん、あ、うまい。あー、美味しくできた。はい、ということで今日はですね、ゴーヤと鶏肉の甘酢炒めを作ってみました。とっても簡単なのでぜひ試してみてください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までお付き合いありがとうございました。